青海波の波模様を鱗に使って鯉を作ってみました。一枚の折り紙から4匹の鯉ができます。針江用なので裏側には目は貼りません。まず折り紙を対角線で4つに切ります。直角二等辺三角形が4枚できます。縦に波がつながっている2枚はそのまま使うことができます。波が切れているものは裏からセロテープを貼ります。これを縦に切って使います。まず半分に折ってから先が細くなるように三角に折ります。ここで糊をつけておきましょう。波模様の丸くなっている方が尾です。鱗が丸い方に倒します。ここにも糊をつけてヒレになる部分をここで見ると上ですが真下に倒します。頭になる部分に糊をつけたらヒレのところまで折ります。尻尾のところは斜めに折り上げます。これに丸いシールなどで目をつけると出来上がりです。セロテープでつないだ方も同じように折ることができます。向きの違う鯉のぼりが2匹ずつできました。波模様がちょうど鱗のように見えます。